ちょっと僕はその横のその毎日の毎っていう、それのバランスがどうしても取ってるんですよ。そうですね、これあのやっぱり曲線ですから、やっぱりこの前女っていう字苦戦されると同じように、こういう曲線の見せ方って難しいんですね。ですからこれまた説明を、じゃあ僕一回書きますね、もうね、これ、はい、まず三髄、はい、三髄はこれね、くの字っていうのはすごく上手です。でこれをもっとスマートに見せるためには、この空間を狭い広いをもっとはっきりさせるんですね。どうするかというと、同じ大きさで書くんですけど、上はちょっと狭く書いて、下はちょっと広く書いて、こうですね。ただ、はい、狭い広いを言うと字がスマートに見えるんです、足長に、でここもよく見たら右が揃ってるんですね、もうどの字もそうなんです、右が揃えるんです。はい、そしてこう書いてこうですね、この線、はい、これぐらいです、あんまり長くしないでくださいね、はい、でよく見たらここの角度とここの角度が違うんです。そうですよね、そうするとなんかあの見た目がどうしてもあれっていうストレスになってくるんですね。あのパッと見がよくないあのこう更新してる人がバラバラに荒いっていう感じがしますので、統一感って結構大事なんですね、直線は。この角度、この角度を見ててくださいね。これが結構下に行ってますので、少し斜めに向かいます、これ、ね、でこっからちょっと反ります、ぐーっと反る。この角度っていうのはちょっとなかなか言葉では説明できないぐらいの角度ですから、感覚掴んでほしいんですね。これがもう長いですね。でこう書いて、だんだん字が下に行って広がる感じ、ね、ここでこう払って、最後の横線はぐーっと反ります、反ります。ここで安定させます、このここでね、母にしましょう、母の部分、こう書いてこうです、ね、ここ短いんです、ここ短いです、はい、そこ短い、はい、で下に行くこの字は広がっていきます。ここの長さとここの長さ、結構下のが広いですよね、うんうんうん、こことここ、はい、そうすると字が安定するんです。これなんか先細りみたいになってるんですね。あ、逆、そう、逆ですね、はい、であとはこの真ん中にちょっと、ね、前の部分ですからこう払って、ペンがこう跳ねたらこうペンがこういって動いて払って、またペンがこう回ってきてしっかりと反ります。この長さがなかったら字は安定しないです、ね、はい、あの綱渡りをする感じですね。手を横に大きく広げます。じゃあちょっとこれ見ながら書いてもらってよろしいですか。ここが思いっきり長いんですね。あ、長いからもう足がもう下に下がっていくんです、下に下に。あ、はい、ですからここはまあ、僕の見てもそうですけど、そんなに長くないんですね。ですからこう書くと、ここからこれぐらいです。半分ちょっと超えたぐらい。あ、はい、でここから下に、下に行けるんですね、こういうふうに。ただ字に立体感が生まれて、できればこの空間も僕は揃えたいですから、上と下の。あ、それをもう前もってあの考えて、感覚ですけどね。そう、その辺からこう来て、ちょっと右上がりに上がります、短く、はい、そこから下に広がる、こっち長いですから、ふわーっとちょっと広がるような感じして、ここで跳ねます。跳ねるとてん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 動いてきて、ここから軽く払います。でまたここからてん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 ってペンが回ってきて、から大きく反るんですね。なんか決まってますね。そう、でも、まあ、相当練習しましたからね。やっぱこの感覚をつかむって難しかったです。でなかなか言葉では説明できない字なんです、この